アブハジアはコーカサスの一地域。国際的にはジョージアの一部とされている。ジョージアはアブハジア自治共和国として自国に属すると主張しているが、事実上アブハジア共和国として独立状態にある。その独立は国際的には認知されていなかったが、2008年8月26日にロシアが承認を発表した。また、 2008年9月にニカラグアが、2009年9月にベネズエラ、12月にはナウル、そして2018年5月にシリアが独立を承認している。首都は共和国、自治共和国ともにスフミ。ジョージアのアブハジア自治共和国政府は1993年のスフミ陥落以後生きがいに亡命。アブハジア共和国は、 旧アブハズ自治ソビエト社会主義共和国の大部分を支配下に置いたが、ジョージアは紛争後もコドリ渓谷と呼ばれるアブハジアの一地域を実行支配し続け、自治共和国政府も2006年にコドリ渓谷に移った。しかし、2008年の南オセチア紛争時にコドリ渓谷のジョージア勢力は駆逐され、アブハジア共和国が全域を実行支配に置いた。 アブハズ人はこの地を、と呼んでおり、魂の土地という意味である。また転じて、死の国という意味もある。グルジア語では、と呼ばれており、ロシア語や日本語読みのアブハジアはグルジア語が由来である。独立を宣言している、アブハジア共和国の憲法に記載されている、公式国名及び略称は、以下の通り。なお、アブハジア共和国の公用語は、 アブハズ語とロシア語である。しかし公式略称であるアプスニーと国外で呼ばれることは稀であり、一般的にアブハジアと呼ばれることが多い。国会沿岸のリゾート地、ピツンダ・アブハジアはジョージアの最西端に位置し、国会北岸に面する。北のカフカス山脈をロシア連邦との国境とする。山がちな地域であり、居住地は 国会沿岸やいくつかの峡谷に限られている。気候は温暖で、ロシア帝国、ソビエト連邦時代には、ガグラなどのリゾート都市が国内屈指の保養地として知られた。茶やタバコ、ワイン、果実などを算する。アブハジアの人口については、紛争の続く地域であるため正式な統計は存在しないが、2003年に行われたアブハジア共和国国勢調査では、 人口は215,972人であった。だが、この結果については、ジョージア当局が異議を唱えており、ジョージア統計局の推計したアブハジアの人口は2003年17万9000人、2005年17万8000人である。2007年の段階ではおおよそ18万人程度ではないかと見られている。また、アブハジア国営通信社アプスニープレスの 報道によると、2011年2月の国勢調査での、アブハジアの人口は24万75人である。2011年の国勢調査によると、アブハジア人が50.7%、アルメニア人が19.2%、ジョージア人が17.4%、ロシア人が9.1%となっている。ソビエト連邦時代における最後の国勢調査では、人口は、 約52万人、そのうちの48%がグルジア人、17%がアブハズ人であり、その他少数民族として、ロシア人、アルメニア人、ギリシャ人などが居住していた。1990年代初めに、グルジアからの独立を求める紛争が起こり、その過程で80%以上のグルジア系住民が国外へ脱出したほか、 アブハジア人等の流出も発生し、人口は半分以下に減少した。なお、グルジア系住民現象の原因として、民族浄化の存在を指摘する声も存在する。また、木村光弘の報告によると、シベリア抑留による日本人の子孫の存在も報告されている。アブハジアに居住する人の中では主に、キリスト教及び、 アルメニア史と教会、イスラム教戦に派を信仰する人、または無宗教の人が多いが、調査で、キリスト教やイスラム教を信仰すると答えた人の、中でも、礼拝など宗教儀式に参加すると答えた人は、少数である。また、極少数ながら、ユダヤ教、エホバの証人また他の新宗教の信者もいる。 なお、エホバの承認は1995年に制定された法令によって禁止されたが、当該法令は施行されておらず、2005年の報告によると約1500人の信者がいる。アブハジア及びジョージア国憲法では、あらゆる宗教の信仰者は法のもとに平等であると定められている。2003年にアブハジアに居住する人に対して行われた、 調査によると、60%は、キリスト教、と、16%は、イスラム教、と、8%は、無神論者、8%は、アブハジアの伝統的な宗教を信仰すると、答えている。カフカース西部に人が最初に住み着いたのは、紀元前4000年から、紀元前3000年頃のことである。紀元前9世紀から、紀元前6世紀にかけて、 現在のアブハジアは古代コルヒダ王国の一部であった。紀元前63年にはエグリシ王国に組み込まれる。アブハジアの首都スフミはこの時代にギリシア人によって国会沿岸に建設された交易港の一つディオスクリアを起源としている。エグリシ王国は1世紀にローマ帝国によって征服され4世紀までその支配を受けた。その後は 独立を回復したが、東ローマ帝国の影響下に置かれ続けた。6世紀半ばには、アブハズ人たちは、キリスト教を奉じるようになった。7世紀から9世紀まで、アブハジアは、東ローマ帝国に服属しながらも、半ば独立した地位を保った。13世紀には、グルジア系のイメレティ王国に編入される。16世紀、アブハジアを含む西グルジアは、 オスマン帝国に征服され、アブハズ人たちは一部イスラムに改宗した。18世紀半ば、オスマン勢力は駆逐され、グルジア系の独立国家が建設された。ロシア帝国のカフカースへの進出は、住民の激しい抵抗にあった。1801年から1864年にかけて、グルジアの国土は、段階的に、ロシアに編入されていった。 1829年から1842年の間にアブハジアもロシアの保護下に置かれるようになり、1864年には主権が剥奪された。その過程でロシア帝国によるムスリムの迫害を恐れ、多くのアブハズ人がオスマン帝国に逃れた。アブハジア側の主張では、この時に残された土地に多くのアルメニア人やグルジア人、 ロシア人が住み着いたことで、アブハズ人は少数派になった。ブリタニカ百科事典によれば、1911年のスフミの人口4万3000人のうち、3分の2はグルジア系メグレル人、3分の1がアブハズ人である。ロシア革命後、アブハジアは、ボリシェビキ政権から文化的、政治的な自治を与えられた。 1921年3月31日には、現在のアブハジアを統治するアブハジア社会主義ソビエト共和国が設置された。だが、1931年2月19日には、スターリンによってグルジアソビエト社会主義共和国に属する自治共和国とされた。実際には、自治はほとんど機能せず、グルジア化が強く進められた。 アブハズ語が禁止されるとともにグルジア語が公用語として強制され、多くのアブハズ人が粛清で命を落とした。グルジア人のアブハジアへの移住も奨励された。スターリンの死後になって、アブハジアの自治は回復された。1980年代末期にソビエト連邦の結束が崩れ始めると、グルジアの独立をめぐって、アブハズ人とグルジア人の間に緊張が生まれた。 すでに1989年には独立グルジアへのアブハジアの統合がグルジアの民族主義者たちによって声高に主張されていた。多くのアブハズ人たちは新たなグルジア化につながるとの考えからこれに反対し、その代わりに独立の共和国としてのアブハジアの建設を考え始めた。両者の論争は熱を帯び、 1989年7月16日には、大学の学生の受け入れをめぐって、スフミで暴動が起こった。この時、16人が死亡し、137人が負傷したと言われている。暴動は数日間続いた後、ソビエト軍によって鎮圧された。1991年4月9日、グルジアが独立を宣言する。 初代大統領ズビアドガムサフルディアは、1991年12月から1992年1月に、かけての軍事クーデターで追放された。その後、1992年3月、ソビエト連邦の外務大臣であった、エドアルド・シェワルナゼが最高権力者に就任する。1992年2月21日、グルジアの軍事評議会は、 ソビエト連邦期の憲法を廃止し、1921年に制定されたグルジア民主共和国の憲法を復活させることを宣言。これをアブハズ人たちは自治権の廃止と捉えた。これに応えて、1992年7月23日にはアブハジア自治政府が独立を宣言したが、国際的な認知は得られなかった。 グルジア政府は3000人の部隊をアブハジアに送り、スフミにおいてアブハジアの分離主義武装グループとの間で激しい戦闘が起こった。一週間の戦闘で双方に多くの犠牲者を出した末、グルジア政府はアブハジア自治政府を廃した。アブハジア側の敗北の後、北コーカサス地方の諸共和国からやってきた義勇軍がアブハジアの分離主義グループに合流し、 再び、グルジア政府軍との交戦が始まった。1992年9月の反乱軍は、攻勢によって、グルジア軍は劣勢に立った。シェワルナゼ政権は、アブハジアの分離主義者に対して、密かに軍事的な支援を行っているとして、ロシアを非難した。1992年から1993年に、かけて、過激派指導者、シャミル・バサエフは、 アブハジア紛争に武装勢力、チェチェン大隊を率いて介入し、義勇軍を称して、アブハジア独立を阻止する立場のグルジア軍と戦った。裏には、ロシア連邦軍参謀本部上放送局の工作があったとされ、バサエフ機間の武装勢力は、グルーによって直接訓練を受け、アブハジアに介入するように指示されたという。1992年末には、反乱軍が、 スフミ伊勢のアブハジアの大部分を掌握した。民族浄化が双方に起こり、この段階で約3000人が殺されたとされる。1993年7月、アブハジア軍はスフミを管理していたグルジア軍に対する攻撃に出た。町は包囲され、シェワルナゼも街中に遊兵される事態となった。7月末に停戦合意がなったが、9月半ばに、 アブハジア軍が攻撃を再開したことで停戦は破られた。10日間の激しい戦闘を経て、1993年9月27日に、スフミはアブハジア軍の手に落ちた。これによって、アブハジア自治共和国政府は、グルジア首都のトビリシに亡命。新たに大統領に指名されて間もないシェワルナゼは、この時、何事が起ころうとも、 スフミに泊まると宣言していたが、滞在していたホテルが、狙撃手によって攻撃され、ロシア海軍に助けられて、スフミから脱出した。1993年10月、国連アンポリは、アブハジアの軍事行動、民族浄化を非難。折しも、サメグレロ地方で高まっていたズビアドガムサフルディアゼン。 大統領の支持者たちの騒乱に乗じて、アブハジア軍は、アブハジアの大部分を手中に収めた。一方のグルジア軍は、コドリ谷と呼ばれる、アブハジアの一部地域まで勢力を削られた。ここに至るまでに、ほぼすべての日、アブハズ人の住民が、陸路や海路で脱出し、その過程で、約1万人が命を落としたと考えられている。 25万人から30万人ほどの難民が発生した。1994年5月15日に停戦合意が成立し、国際連合の平和維持軍が停戦の監視に当たっている。以後、戦闘は起こっていないが、その代わり、繰り返し行われている交渉による事態の大きな進展もない。グルジアの難民問題は深刻である。アブハジア政府は、 グルジア政府の承認がないまま、1994年11月4日に、新しい憲法を採択し、主権を宣言した。また、1996年11月23日には、選挙が行われ、2004年10月にも、再び大統領選挙が行われた。アブハジア自治共和国政府は1993年に、 トビリシに亡命していたが、2006年7月に、グルジア軍が、実行支配する、小鳥渓谷に移った。2008年8月8日、アブハジアと同じく、グルジアからの分離を求めて事実上独立状態に、ある南オセチアジ地州に、グルジア軍が侵攻。これに対して、ロシア軍が、ロシア人の保護を名目に、同時地州に侵攻し、 グルジアと戦争状態に突入した。これとこうして、ロシア軍とアブハジア軍がアブハジアの一部であるコドリ渓谷を実行支配するグルジア軍を攻撃し、戦争がアブハジアにまで拡大した。結果、グルジア軍はコドリ渓谷から駆逐され、アブハジア自治共和国政府も追放され、またトビリ立シに亡命した。 2008年2月17日のコソボ独立宣言や南オセチア紛争を受け、ロシアなど独立国家共同体、国際連合に対し、近く、グルジアからの独立承認を求める方針を明らかにしたと報道された。8月20日、アブハジア議会はロシアに対する独立、承認要請採択を承認した。8月26日、 ロシアのメドベージェフ大統領が南オセチアと共にアブハジアのグルジアからの独立を認める大統領令に署名したことでロシアにグルジアの領土保全の意思がないことが明らかになった。コーカサス研究の広瀬陽子によればアブハジアはロシアによるロシア化が進められていると指摘されている。アブハジアの国家元首は大統領であり行政府の長も兼ねる。 大統領の任期は5年で、再選は2期までである。内閣は、大統領に直属し、大統領の任期中に活動し、新大統領の選出とともに総辞職する。議会は、一員制。任期5年、定数35人。2006年6月14日、国際的に、未承認のアブハジア、南オセチア、ゾイドニエストル共和国の参加国の大統領が、 すふみで会談を行い、共同声明の形で、民主主義と民族の権利のための共同体の設立を宣言した。2008年8月26日、ロシア連邦のメドベージェフ大統領は、アブハジアの独立を承認する大統領令に署名した。9月には、ニカラグアのダニエル・オルテガ大統領が独立を承認した。 2008年9月17日、ロシア連邦はアブハジアとの友好協力条約に調印した。なお、アルツァフ共和国を承認している。2017年8月、ロシアのプーチン大統領が訪問し、2008年にジョージア軍とロシア軍が衝突した、紛争勃発から9年にあたり、ロシアはアブハジアへの事実上の実効支配を誇示した。 国家承認している国ベラルーシは承認していないが、独立の支持をしている。国家承認している、事実上独立した地域かつて承認していた、国アブハジアの地方行政区分アブハジア共和国は、以下の7つの地区に分かれ、それぞれの地区の名称はその中心都市の名前となっている。それぞれの地区は、グルジア SSR 時代の1995年に、お茶むちらおよび、 ガル地区の一部を分割併合して設立されたトクアルチャル地区を除いてソビエト連邦時代と同じものとなっている。共和国大統領は地区議会が選出したものを地区の主張として任命する。村の主張は議会により選出された者が地区の主張から任命される。ジョージアで使用されるアブハジア自治共和国の地方行政区分は新しい。 トクアルチャル地区を除いて同じものとなっている。ガグラ地区、グダウタ地区、スフミ地区、グリリプシュ地区、オチャムチラ地区、トクアルチャル地区、ガル地区、アブハジアの国名を称した郵便切手が切手市場に出回っており、その中には例えば1998年に発行されたアメリカのビル・クリントン大統領とモニー・カルインスキーの不倫疑惑を皮肉ったものなどがある。 これらの切手は、アブハジア政府によって公認されたものではなく、実際に郵便に使用された例は確認されていない。これらとは別に、実際にアブハジア政府によって発行された、正当な切手もあるが、アブハジアを承認する国がわずかで、万国郵便連合にも加盟していないため、海外郵便のやり取りは主に、ロシアを経由して行われている。 2009年度版のスコットカタログにはアブハジアの切手は再録されていない。ロシアによる独立承認後、ほぼ同時期に世界で仮想通貨の流通が開始された。一部の仮想通貨では信用取引を保証する改ざんの不可逆性を担保するデータの負荷が求められており、このデータを得るにはその仮想通貨によるすべての取引を参照して、 計算しなくてはならないため、膨大な計算量を必要とする。しかし、ボランティア的に行われるこの計算を成功させたものには、仮想通貨での報酬が与えられる。この労力に見合う報酬が得られることから、この計算は、仮想通貨における、採掘と呼ばれている。マイニングを行うため、高性能なコンピュータを設置して計算させ、そのための安価な電気代で稼働できる。 場所探しが世界中で一斉に行われ安価な電気代を提供していたオレドス市などとともにアブハジアにも投資が集中したしかしこうした地域での電力インフラの多くは脆弱でありまた投資により一気に増えた負荷にも対応できなかったアブハジアでも2019年初頭にはマイニング施設は15カ所に及び電力量は1800世帯分に相当するまでに 拡大していた。このため、アブハジア政府は、冬季の電力供給を確保するため施設の一時的な閉鎖を発表した。シティ・ポピレーションで、リパブリック・オブ・ジョージア。2017年9月15日閲覧。スバル・レコグナイゼズ・アブハジア、サウス・オセチア。CNN、2009年9月19日閲覧。シリア・レコグナイゼズ・インデペンデン,デンス・オブ・アブハジア。 s o s e t h i a s p u t o n i c h t t p s s p t nkme.ws h c g 9 2 0 1 8年9月9日閲覧。contested borders in the caucasus.chapter i b a b a c b 2 0 1 7年9月15日閲覧。ozogen.constantin.aphazia.problems and the p a t h s to their resolution. インオーレはイリスセファマーチンユー・ルーカルコントラストソリューションズインザ・コーカサスオーフス・ユニバーシティ・プレス p184, i s b n 978から8772887081、http:/www.abkhazalliance.com/ozganp.html, アップスニー which when translated, means, r a n t of the a b k o j a n s mortals. see, kiraba.for the etymology deriving the abkojian native, esnonym from the root die, in the sense of I'm all tall being. the, popular belief that the toponym is etymologizable as, r a n t of the soul, is demonstrated by kiraba to be no longer, tenable, constitution of the republic of Abhazia. a b k h a z w o r d c o m 2017年9月15日閲覧。エビポピュレーションセンセシーズインアプハジア1886-1926-1939-1959-1970-1979-1989。2000年のグルジア人の多くはグルジア系のメグルル人。 スタティスティカル・イヤーブック・オブ・ジョージア2005ポピュレーションテーブル2.1 p33 デパートメント・フォー・スタティスティックストビリシ・ハット・エビーアプハジアブリタニカ百科辞典オンライン2012年2月13日閲覧ザ・ポピュレーション・オブ・アブケジア・スタンズ AT 24705 アップスナイプレス、http コロンスラッシュスラッシュ apsnypres.info スラッシュ en スラッシュニューススラッシュ 338.html2012 年2月13日閲覧ヒューイット、ジョージ、ザ・アブコジェンズ、A ハンドブック、パルグレーブ・マクミラン、P205、ISBN9780312219758AB。リバース。ぜぜ。 ぜポータルクリードを、RU、リトリーブドオン2011年5月30日、ジョージア、インターナショナル・レリジェス・フリーダム・レポート2005、アメリカ合衆国国務省、リトリーブド・メイ24、2007、コンスティテューション・オブ・ザ・リパブリック・オブ・アプハジア、アート、12、プーチンがメドベージェフを切るロシア指導部に、 亀裂ウエッジドット ISMEDIA.JP2012 年9月15日閲覧。ZZZZ BBC ニュースヨーロッパロシアレコグナイゼズジョージアンレブルズロシア大統領がアブハジア訪問紛争9年実行支配孤児 ZZZ2011 年9月26日閲覧バヌアツスクラップスレコグニションオブジョージアブレイクアウェイ リージョン。2013年5月21日閲覧。ジョージアセーズ、バヌアツハズ・ウィズドローン・リコグニション・オブ・アップハジア。ブルームバーグ。2013年7月12日閲覧。スバル・レコグナイゼズ・アップハジア。サウス・オセチア。ラジオ・フリー・ヨーロッパ。2011年9月26日。閲覧。 ステートメントオブザジョージアンフォーリンミニストリーリガーディングザエスタブリッシュメントオブディプロマティックコンセラーリレーションズ2014年3月31日閲覧アブハジアトゥデイ国際危機グループヨーロッパレポート n 176 15セプテンバー2006ページ10 2007年5月30日フリーレジストレーションニーデッド2ビューフルレポートアブハジア共和国が マイニング施設を一時閉鎖。冬の電力供給に備えるためマイニング。ありがとうございます。